どうもウィリアム・テンプソンです。本日はですね、こちらのクロケット&ジョーンズのハンドグレードラインウェルベックですね。この靴の、定期メンテナンスっていうよりは、デイリーケア以上メンテナンス以下っていうの、フルメンテナンス以下、どういう時にそんなことをするかっていうと、この綺麗じゃないですか、まだなんとなく。だけどちょっと擦れちゃってたりとか、あとこの辺がね、クリームが割れちゃってパリパリしちゃってるとか、そういう感じ。あと、軽く汚れちゃったりしてないんですけど、そういう状態になってしまった靴、だいたい1ヶ月だから週1と考えても5回ですね。5回履いた靴とかってだいたいこんなになっちゃうと思うんですよ。で、私ね、5回履くとだいたい別に週1で履いてるわけじゃないんで、だいぶ経ってしまうんですよ。だから、そうですね、3ヶ月とか、5回履くのに3ヶ月かかったり、よっぽどもう履き込むとかそういうことしない限り、普通にしてれば3ヶ月くらい経っちゃうんで、結構もうメンテナンスの時期が近くなってしまうんですけど、まだちょっともったいないかなっていう、そんな気がするので、ちょっとね、今回は、すごい丁寧なケアではないけど、革靴を維持するのに必要なんじゃないかなって思うケアを、紹介していこうと思います。で、このクリームのね、パラパラしたさ、これわかります？チャラチャラってなんだ、なんか砂金みたいになってるの、キラキラ、ほらほら、これがね結構あるんですよ。で、本来はですね、ブラッシングしなきゃいけないんですけど、ちょっと部屋でブラッシングは、ブラッシングってもうクリーム後のブラッシングならいいんですけど、この状態でブラッシングを部屋の中でやるのはめんどくさいですし、今せっかく動画回してる途中ね、カメラ回してる途中で、いちいち外行くのもなんか、あれなんで、ちょっと、洗わずを使ってます。もうね、最初は、デリケートクリームをもう塗っちゃいます。リグロインとか汚れ落としは使わなくて大丈夫ですね。そして紐も外してないですし。で、この、ネル布かなんかにつけて塗っちゃいます。そうした方が、前に塗ったクリームとかがですね、こう、ついてくれて、落ちやすいんですよ。でね、指塗りで何回も塗っちゃうと、重ね塗りしてることになって、よく言う、呼吸はしないんですけども、例えだと思うんですけど、クリームをね、吸わなくなっちゃうとか、そういうことがあったり、あと単純に見た目がね、悪くなるんですよ。だから重ね塗り防止として、こう、布で塗ってます。んで、あんまりね、つま先かかとはやらない方がいいですね。ただ、つま先って言っても、もうこれちょっと若干この辺までね、シワが入るんですよ。だから、ちょっと塗っといます。で、かかともこの履き口ら辺は、結構ダメージを受けるので、念のためね、結構塗っておくといいと思います。ついでに履き口も塗っておきましょう。で、そのパラパラ落ちてくるクリームっていうのは、シワに結構ね、溜まり込んでることが多いんで、ちょっとシューツリー入れるより、こう指でね、中で押して、シワをちょっと伸ばしてそこを取った方がいいと思うんで、最初はシューツリーは入れてないで今やってます。続いてこちら側も、デリケートクリーム塗るとかなり、このモーブレーのだからだと思うんですけど、ツヤは失われますね。ブートブラックだと結構ロー入りなんでツヤは出ますけど、どっちでもいいと思います、個人的には。で、こういうね、切り返しの部分とかは爪立ててこうなぞってる、そうするとね結構綺麗になるんですよ。だからこういうところ濃くしたいって言ってわざと残す人もいるんですけど、クリームをで、だんだん濃くなっていくん で、こういうところもね、詰め立てながらやると細かいところまで塗れるんですけど、詰め立てるって言っても、皮に思いっきりこう当てて詰め立てたら、いくらネルネル越しだと言っても多少はね、傷ついてしまうと思うんで、沿わせるような感じで斜めにしながら塗った方がいいです。それなるべくだったら紐にはつけない方がいいですね。だけどめんどくさいですよね、意外とつけないようにするっていうのも。だからもしそれ気になるっていうんだったら、もう取っちゃってもいいと思います。ただそこまでやるとね、もう一からやった方がいいんじゃないってなるんですよね。はい、これでデリケートクリーム塗りが終わりました。続いてですね、クレームになるんですけど、別に中にデリケートクリーム塗ってもいいんですよ、もちろんね。で、ちょっとタン忘れてたんで、タン塗ります。だから中に塗ってもいいんですけど、この靴はね、全然塗る必要なさそうなんで、塗らないですね。ただ塗るときは塗る、塗らないときは塗らないって感じで、臨機応変にやるといいと思います。それではね、こんな感じでツリーを入れて、
次にクレムを塗ります。クレムもネルヌノで塗っちゃいますね。まあ適当に取って、である程度どっかしらこういうところで慣らしたら、まあ、さっきと同じように塗っていきます。そんでクレームはデリゲートクリームよりもその落とす汚れ落としの効果が強いので、まあ、あんまりこすりすぎないようにした方がいいですね。まあ、だからなんていうんですか、ハーフメンテみたいな感じですよね。別にフルメンテでもないけど、でもフルメンテに近いようなことはやってるっていうんですか。だからなんかめんどくさいからフルメンテでいいよって思う人はもうフルメンテでいいと思います。ただ私はねちょっとたまにこのハーフメンテをやることによってなんか安心して履けるっていうんですか、そろそろこれメンテナンスしないとやばいんじゃないのっていう靴結構あるんで、履いててそわそわするんですけど、このメンテナンスをハーフメンテを間に挟むことによってね、また安心して履けるっていう。雨の日なんかね結構履いちゃったりすると汚れちゃうんでね、でもまだそのフルメンテするほどでもないなって時にとても役立ちますね。で、言い忘れたんですけど、クレームは表面磨きもできるクリームなので、つま先かかとに塗っちゃっても大丈夫です。で、こんな感じでね、まあ薄塗りですよ。でもあんまりね油分が多いクリームなんで塗っちゃうとね、まあその後使う、まあ、ワックスも塗るんですけど、そのワックスの時に変なになっちゃう可能性があるんで、なるべくだったら使わない、そんな塗らない方がいいかなって感じですね。なんか小鳥がすごい鳴いてるんですけど、これ朝に撮ってることバレるからやめてほしいですね、まだ6時になって6時になって10分くらいしか経ってない、すごい早い時間に撮ってますからね。今日ものすごい早い時間に寝ちゃって、ものすごい早い時間に起きてしまったんで健康的でいいかなと思うんですけど、それでね、重要なことをやりながら言い忘れちゃったんですけど、ちょっとこのコバはかなり重点的にやった方がいいですね。なんでかっていうと絶対に汚れるわけですよ、履けば。だからここはね絶対に綺麗にしておかないとハーフメンテの意味がないっていうか、もうハーフメンテしたのになんか汚れてないっていう印象になっちゃうので絶対的です。そしてここでブラッシング、ブラッシングは普通でいいんですけど、なるべくねそんなに表面とかの部分は強めにやらないように、いつもは結構ガシガシ系でやっちゃうんですけど、今回は表面を落とさないで多少維持しながらのものなので、後で重要となってきますから、なるべくだったらブラシで傷はつけたくないなっていう感じですね。ヤギくらいだったらね、まあ、やってもそんなに問題ないからって感じなんですけど、でさっき言いましたけど、このコバの部分はかなり汚れが溜まってますんで、ウェルトのねこの辺りもうしっかりとブラッシングします。まあ、だったら最初からブラッシングしとけよと思うんですけど、もう許してください。これ雨降った時とか本当にこのメンテナンスやっとくと長持ちするかと思います。まあでもねこれねちょっと慣れてる人じゃないとこのメンテナンスをやる必要性っていうか、いつやればいいのかっていうのを見極めることができないかと思うんですよ。この靴に関してはまだね油分は結構足りてる状態でも、ちょっと見た目がみすぼらしくなってきちゃったなっていう感じだったので今やっているんですけど、パサパサしちゃってるとかだったらもう、そしたらもうフルメンテナンスです。それはフルメンテナンスした方がいいんですけど、これはねパサパサとかがないし、まあそんなに汚れてもないし、そんな頻度もそこまでね前にフルメンテナンスしたわけでもないから、別にこんくらいでいいかなっていう判断でやってます。で一応馬毛ブラシで軽くですね表面部分はつま先とかはやっております。でこれかかとは全然表面じゃないんで、まあ、適当にやっちゃってますけど、皆さん結構かかとも念入りにやってる方多いので、かかとに表面やってるよって人はつま先と同じ扱いでやった方がいいですね。で馬でねだんだんこんな感じで綺麗に光ってきてくれてるんで、まあね、このクロケットの革がいいんですよね、これ。いや、これいい。まあ、なんか前にね、クロケットの紹介もしますとか言って、だいぶ経ってるのにやるやる詐欺みたいになっちゃってるんですけど、もう、相当前に言ってから、ね、紹介早くしたいんですけど、で、そのクロケットの
歴史とかっていうのが甘いっていうか、そんなで言うのもなんですけど、その紹介する気になんないんですよね。もうちょっと温めてからやりたいなって思って、まあ、今回このメンテナンスすることによってウェルベックが綺麗になるんで、これメインで話したいので、だからこれでも別に紹介する分には悪くないかなと思うんですけど、続いて最後に上げブラシをやります。金谷のブラシだんだんボロボロになってきて、大丈夫かなこれ。こっからなんか突出してるし、ここなんかもう取れちゃってるし、色とかはさ、それ使ってるクリームのあれがついちゃってね、すごいボロボロなんだよねこれ、大丈夫かな。でもまあ、なんかブリフトアッシュの長谷川さんはずっと使い続けた江戸屋のブラシが こんなになってたってこんだけしかないみたいになってましたから、いいのかなそれで。もあの人より磨いてる足数はるかに少ないですけど、もうこんなになっちゃった。安かったからかな。でもさ、値段なのかなこういうブラシっていうのも。だって結局さ、これ手作りなわけじゃん、職人の技量ってことでしょ。別に値段イコール技じゃない、技術じゃないからさ、どうなのかな。別に高いからいいっていう世界なのかっていう感じでもありますからね、これブラシなんて特になんていうか、甲をつつけがたい世界じゃないですか。ていうかすっごい、ものすっごい光るねこれ、ほらギラギラしちゃってるよ。コバがすごいね、コバが。なんでこんなコバ光るんだこれ、なんかしたっけな。でもね、ずっと前に多分これコバのお手入れしてるんですよ、まだ YouTube とかやってない時だね。それがまだ残ってんのかなっていう、多分2年くらい前だと思いますよ。ブログかなんかでやったのかな、覚えてないですけど。だからコバ1回お手入れしちゃうと、前やったじゃないですかコバのお手入れって、ジェームエストンの310セミブローグの、あれを1回でもやっちゃうとこう長持ちしてくれるんですよ。まあ、もちろんね、雨の中とかずーっと履いたとか、そういう場合は結構ボロボロになっちゃいますけど、すぐに。でもね、普通に履いてればこう綺麗に保てるので、かなり綺麗じゃないですか。ね、なんかちょっとボサついてますけど、この辺は。だから、コバは重要ですね、あのお手入れは。ただ、毎回あんなことやってたら、それ削れて、どんどん、薄っぺらい感じになっちゃって、ね、イギリスなんか特にイタリア靴みたいになっちゃうと思うんで、あんまりやらない方がね、こうしやらないに越したことはないんですけど。ということでヤギ毛ブラシが終わったんで一旦見せますけど、すごくいい革じゃないですかこれ。私持ってる靴の中でだいぶ上位に入る革ですね。そんなに多分2000年代の靴だと思うんですけど、やっぱ綺麗ですね。ジョンロブよりもいい革だとは思うんですけど、まあジョンロブのあの革意外と独特な感じがまたいいなと思うんで、あれはあれで置いておきます。ということでワックスに入るんですけど、ワックスはですね、まあ本来使うのはリンカーンですけど、で何でもいいです。ただちょっとダークブラウンじゃないんじゃないかなと思うんですけど、なんか貧乏症でこれ使うのもったいないなってなってきたって言った瞬間、なんかみすぼらしさに虚しくなってきたんで、このマリンコードマンっていう色をちょっと初めて使ってみます。使ってあんじゃんと思った方見てないですね。これを塗った時にこのね、なんだっけ、マリンコードマンを使っただけなんで、なんかね、すごい薄くなってんだよねこれ。色味がさ、薄くなって全部同じ色に見えてきちゃうんだよね。で裏がこんな感じで写ってます。そういえば行ったか行ってなかったか分かんないですけど、東京道具商会さんからね、もう一色なんだっけ、新色追加された時に一色だけ欠品だったこちらのライトブラウン、これもね追加されたんで、ついでに見ていこうかと思うんですけど、突然紹介するから、まあ、見た目はライトなのかな。これライトブラウンだよね、ライトなのかなこれ。ということでせっかくなんでさっきの紙に塗っていこうと思います。どんな感じかな。おー、これさ、なんかツイッチ入っちゃった。今のこれなんですけど、ライトじゃないよね。別にライトじゃないし、なんでこれブラックがこんな赤くなってんだろう。全部変色してんだよね。なんかよくわかんないことになってんから。まあ、これ、そうですね。まあ、言うなれば、キミのパレードグロスプレステージあたりのライトブラウンじゃない、ブラウンか。とか、その色に似てるかなって感じはしますね。ものすっごい
話がそれたんで戻りますけど、これワックスの塗り方にもねちょっと特徴があって、まあもともと塗ってあるわけじゃないですか。で大体ね、まあ私のやり方でその後のハーフメンテってことなんで、それ真似てない方はちょっとやり方わかんない、変わっちゃうかもしれないですけど、私のやり方の場合は結構塗ってあるので、そんでこのツヤになっちゃってるわけですよ。だから表面がちょっと粗いだけなんですね多分。ということでこのくらいねちょっと取って、軽くほんのちょっとですよ、したら強めに塗っていきます。だからってあんまりにも強くやっちゃうと思いっきり剥がれちゃうんで、まあ、適度にそうですね、なんだろうな、この、なんかね、赤ちゃんに引っかかれてる爪のない赤ちゃんに引っかかれてるみたいな感じの強さでやるといいと思います。まあ爪のない赤ちゃんに引っかかれたことないんですけど、リンカーンはすぐ乾くんで、まあ2回くらい塗るか塗んないかでいいと思います。ほんと薄塗りで大丈夫なんで、一応2回塗っておくといいかもしれないですね。で範囲もそんなに、いつものだからこの靴で言えばキャップの3分の2くらいかな、2でもう相当薄い状態だから3分の1くらいまでは結構多めじゃないけど多めで、で3分の2までは、まあ、薄めで、そんで3分の3っていうか一番後ろの方もう3分の1はかなり少なめっていう、もうこう塗って余っちゃったようなのをこう塗るような感じ、このこっちはね。でそうじゃないと万が一水使った時にここにね塗ってない状態で水が入っちゃったら、それもうフルメンテどころかその対処もしなきゃいけなくなっちゃうんで、結構めんどくさいから、なるべくだったら浸水させないようにしないといけないんでね。いやこんだけしか取らないでそんな量をねどう調整するんだって思うかもしれないですけど、やり方を見てれば多分わかると思うんですけど、このつま先から塗れば徐々に減っていくので、それで調整してます。でもねそんだけじゃ基本足んないので、まあまあある程度はこんな感じだ。2回目取るときはほんの少量っていうの、もうちょっとだけやってでさっとこの辺をもうさっとやるっていう風にやれば、そんなに厚塗りにもならずに、そんでなんていうの、表面の凹凸をこのワックスの有機溶剤と、もう有機溶剤不使用だっけ、そんなわけないよね、そうそうそう、石油系溶剤が不使用ってことか。じゃあなんかエタノールとか入ってるのかな、あれサトウキビってもね、あれ合成ですよね基本。いや知らない知らない、エタノールとかそういうよくわかんない方に走って、いやちげえしバカじゃんみたいに言われたらなんか悲しくなるんでそういうの首突っ込まない、クロコダイルの時じゃないけどもう首突っ込まないことにします、そういう専門外の話はあんまり。そして寝るのにこのアルコール水つけて、もう普通ですね。でまあわかんなかったらかかとから軽く寝る布ならしに使った後、このねつま先に移ります。でつま先の先端は万が一乾いてなかった時の場合、もう、ね、ビュッて剥がれてとんでもなくめんどくさいことになってしまうんですよ。表面磨きをしててしてる途中に剥がれちゃった時のあのめんどくささったらないですよ、もう本当に最悪です。で意外と修復難しいし結構大変なので、まあ乾いてなかったらもうおとなしく待つと。でリンカーンはねすぐ乾く、だからちょっとソールのケアしようかなと思ったんですけど、する時間もなかったですね。表面の下地ってね完全乾燥した状態でやっちゃうと失敗することが多いんですよ。なんでかっていうと指で塗ってるから全然平らじゃないんですね、平らに見えても。だからそのまま乾いちゃうと凹凸がそのままの状態で残ってしまうんで、それ崩す作業がね意外とめんどくさい。リグロイン使えばどうにかなるんですけど、まあリグロイン使えばいいだけなんですけど結局。であと特別なことはしないですね、ただ磨くだけで。もう本当にもっと磨きたいっていう場合は、いやもちろんもう指で3度塗りしても全然いいですし、その後ねコンパウンド磨きをしてもいいですし、
好きにすればいいかな、そんなすごい見放した感じが、突き放した感じがしますけど、でもねそれね意外と光るんですよ。前究極鏡面磨きで3日置いてやれって言ったじゃないですか、なんか光るよっていう、それと全く同じことになるので、まあ光りますよかなり。だからおすすめではあります、それで光らせるっていう技は。事実ね、もうまだこっち完成じゃないんですけど、全然まあさっきの最初のやり始めの時と比べてすでに超えちゃってますから、ツヤは。だから光るは光るんですよ。どうでもいいですけど、鏡磨きしやすい靴メーカーってあるんですよね。私が思う鏡面磨きをしやすい靴メーカーっていうのは、クロケット&ジョーンズ、まあこれですね、のハンドグレード、そしてスコッチグレインの、まあなんかちょっといい靴、だからなんかなんだっけ、インペリアルブラックとか、そういうちょっといい部類とかも、オデッサ系でも全然いけますね。あのね、スコッチグレインの革、してクロケットのハンドの革、相当磨きやすいですよ。だから鏡面磨きしてすごいものを写したいっていう場合は、それらを狙うとまあいい感じになるかもしれないですね。でもさ、このハーフメンテっていうの、一回履いたらとか、一回じゃそんなのやんないですけど、ただ長距離歩いた時とかは一回だけでもやるかもしれないですね。例えば旅行行ったとか、あとなんかその散歩したとか。革靴で散歩するってなんでって感じなんですけど、で私結構やるんですよ革靴散歩。なんか楽しいんですよね、歩いてて。下ばっか見て、なんかこの人すごい落ち込んでんのかなって周りから見たら思われるかもしれないですけど、むしろもうウキウキ状態で、このさ、ツヤツヤの靴が、つま先がこう動くたびに気持ちよくなるんですよね。わかると思うんですけど、これ見てる皆様だったら。んで、その、なんていうの、この靴で言えば、クロケットを履いてる喜びっていうんですか。いや、いいですね。なんていうのかな、自分の世界に浸れますよね。まあ、あんまりにも浸りすぎて車に轢かれたら、大変な、靴が傷だらけになっちゃうっていう大変なことになっちゃうんですけど、で今ちょっと強めに磨いたんですけど、結構光ってきちゃいましたね。この靴は都庁を写した靴なんで、非常に光りやすい靴なんですね。だからすごくよく光るんですよ。でもそれやっちゃうとちょっともったいなくなっちゃって履けなくなっちゃうんで、あんまり光らせないで、ある程度でやめておきます。都庁を履いた靴、都庁を履いたって何言ってんだかさっぱり分からない。都庁を移した後、あれ確かね、最初梅のクロケットって呼んでたんですけど、梅の木をね移して、うちにあるんですけど、庭の梅の木を移した後、まあ、なかなか光ってたんで、もったいなくなっちゃって、それも半年以上履かなかったのかな。で1回くらい履いて、でもう一回フルメンテナンスをして、でまた磨いたらまた光っちゃって、それで頭頂を移して、でそれまたもったいなくなっちゃって、落とすのが。で履くこともできないって言って1年以上また履かなくなって、ようやく履いたと思って、そんでメンテナンスしたんですよ、ようやくね。そっからまた今回のハーフメンテって感じで、全然これ履いてないんですよ。そろそろもったいないぞと思って、かっこいいじゃないですか、これ結構。好きなんですけど、色もいいし、まあ、自分で塗ったんですけど、ちょっとね、履かないのはもったいないので、そろそろ履けるツヤで行こうと思ってます。ということで、いきなり10万番のダイヤモンド磨きをするという、すごいすっ飛ばしちゃってるんですけど、本来であれば、このね、タミヤコンパウンドからの6万番使った後、10万番なんですけど、まあ、ハーフメンテだし、そんな、それこそ光らしちゃ良くないし、10万番使っただけで光っちゃうんですけど、まあ、そうですね。ある程度でいいかなっていう感じです。で、今日すっごい雑談とかのせいで、ゆっくりやってるし、雑談もすごいしで、結構長い、40分くらいかけちゃってるんですけど、ね、普段であればこれ20分くらいで終わります。だって、デリケートクリームでさっとやった後、ね、クレームでバーッとまたやって、そんでブラッシングして軽く1層2層、ね、ワックス乗っけて終わりですよ。
ダイヤモンド磨きしてということで、ダイヤモンド磨きしたんですけど、光っちゃったな俺、だいぶ光っちゃったな俺、大丈夫かな。久々に登場するキビをね軽く映してみようかな。難しいんだよね映すの。あ、ほら結構光っちゃってるんですよね。この短時間で磨いたって思うと、まあ光ったかなっていう気はするんですけど、なんかすごいペタついてんな。まあでも元々塗ってあったんでね、当然っちゃ当然なんですけど、だから光るんですよ。とにかくハーフメンテはその割にかかと全然、むしろ曇ってるって感じなんですけど、であとね磨き屋さんに磨いてもらった後とかもうこのメンテナンスで多分結構持つと思うんですよ。特に、まあ、私磨いてもらったこと1回くらいしかないんですけど、いい磨き屋さんに磨いてもらえばかなりね長持ちするし、なんか作り方がうまいんですよね下地の。だから意外とこういう感じでハーフメンテするだけでまた持ち直すことがあるんで、これハーフメンテね結構おすすめなんですよ。と言ってもね、なんていうの、その半年とか経っちゃってたらそれはもうメンテナンスした方がいいよって感じなんですけど、半年も経たない、だから1ヶ月2ヶ月くらいだったら全然いいと思います。ほんでほら3ヶ月じゃない、2ヶ月おきにフルメンテしろっていう話も結構あるんですけど、私は別にそんなに頻度高くやる必要ないのかなって思いますね。特にね、やり方がすごい極端じゃないですか。もうやりすぎだよお前ってくらい塗ってるじゃないですか毎回デリケートクリームとか。まあ、8回塗りとかはあれはね、なんていうの、水洗い後とかだからそれはもう普段じゃないんですけど、普段ですらちょっと足んなかったら2回塗りとかしちゃってるし、結構塗ってるので、まあそうですね、その後があんまりやる必要なくなるんですよ。だから結構ね放置しても、私のやり方でやれば、そんなに頻度高くやる必要もないかなっていう。ということでこの脱脂綿磨きで最後となります。脱脂綿磨きで曇るって人結構いるんですけど、まあ本当に曇る場合もあるんですけど、最初はね曇るんですよこれ。だけどずっとこうやってるとだんだん光ってきます。で力がね弱すぎてもそれは曇るんですよ、単純に傷がついてるだけとか場合があるんで。だから多少強めて、ツルツルの場合はね、ツルツルの場合は多少力を強めることによってさらなるツヤが生まれることもあれば、分かってない感じでやっちゃうと余計曇っちゃう場合が、もうやり直しみたいな感じになっちゃう場合があるんで、そこはもう慣れです。ということでハーフメンテ完成いたしました。なんか光っちゃったね光っちゃったんだよねこの靴も。これ光りやすい靴だからね、まあ、ですから何度も履いてちょっと汚いわけでもないけど、でもなんかちょっと気になるんだよなっていうね、靴好きの人は結構あると思うんですけど、そういうの、そういう場合とか、あとそのすごい長距離歩いたとかそういう場合、またはその1回とか2回でも雨に降られちゃってまだそんなに汚くないんだけど、でもなんかちょっとなんか雨のシミみたいなのあんだよなっていう場合は、このハーフメンテをね試すことをおすすめします結構時間かかってますけど、普通にやればだいたい本当20分30分で終わるので、軽く動画かなんかでも見ながらやるっていうのも楽しいと思うんで、それからですね、何回か履いた靴をやるんで、例えば3足同時にこのハーフメンテをやるとかいう場合でも、まあだいたい1時間か1時間半あればもう終わると思うんで、ぜひね試すことをおすすめします。それでは。